そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。お疲れ様です。ウッド村ファームの木村 P です。はい、本日8月3日木曜日、ポータブルゲーム端末 Steam Deck が日本での予約が、スタートいたしました。イエーイ。はい、こちらのね、Steam Deck なんですけども、すでにですね、まあ北米とか、欧州ですね、ではもうすでに発売されているんですけども、日本ではね、買えなかったんですよ。買えないどころか、まあ予約もできなかったんですよね。それが今日から、スタートということで、一応ね、概要欄にも載せておきますけども、コモードというサイトから、こちらから予約ができます。はい。で、Steam Deck はですね、まあ3つのモデルがあるんですよね。本体ストレージが、64GB のもの、それから 256GB、そして 512GB ということでね、3タイプのスチームデックが、今予約できるんですけども、まあね、一番の容量が小さい 64GB でもね、日本円で 59,800 円ということなんで、まあそれなりのお値段するんですけどもね、で、まあストレージだけじゃなくて、まあ値段が上がるにつれてですね、まあ本体の仕様も、まあちょっと高級感が増してるよっていうような形で、まあ特に一番高い99,800円、まあ約10万円ですけども、こちらの本体に関しては、プレミアム防炎エッチングガラスという、まあこういったものがなんか画面に使われてるそうで、まあ要は傷がつきにくいガラスなんですかね。まあちょっと高級仕様になってると。で、こちらの予約方法なんですけども、このね、コモドのサイトから、予約するんですが、前金で1000円払うそうです。はい。で、実際発送の時期が決まった際に、また再度連絡が来て、価格からまあ1000円引きで本体を購入することができるそうです。はい。で、私は、どれを予約したかと言いますと、はい、512GB、約10万円のこちらのね、モデルを予約させていただきました。まあ僕の予想ではね、多分この真ん中の 79,800 円、 256GB のやつが一番売れるんじゃないかなと思っているんですけど、まあなんだろうな、とにかく一番最上位モデルを買っておけばなんか損はないかなと。いや、後でね、大きい容量のやつ買っとけばよかったかなとかね。なんか、後悔したくないので、とりあえず、一番高いのを予約しておきました。はい。でも、これはですね、まあ、その本体ストレージが、まあ、この容量決まってるんですけども、一応ですね、高速マイクロ SD カードスロットも、入れられるので、まあ、そこまで容量、気にしなくてもいいのかな、っていう気もしますね、購入する際。まあね、スチームデック本当に楽しみにしてたんですよ。本当にずっと欲しいなとは思ってたんですけど、ただね、結構いろいろ海外の方のレビューとか見ると、結構でかいっすね。まあスイッチのね、携帯モードでさえは僕は当時でかいなと思ってたんですけど、そんなもん比じゃないみたいですね。結構でかい。でかくて重い感じですかね。重さとか書いてあるのかな？重さ 669g だそうです、重さ。スイッチはどんなもんだろうね、スイッチの重さ。スイッチの重さがね、有機EL の方がまあ 420g で、まあ普通のスイッチの方が 398g。ああ、まあそうすると、やっぱりスチームデックの方は 250g 以上まあ重いんですね、スイッチの携帯モードより。結構な重さじゃないですか、これ。で、バッテリーがね、2時間から8時間。結構短いな。携帯ゲーム機としてはちょっと短いかなとも思うんですけど、まあね、Steam のゲームをね、手軽にできるっていうのは非常にいいかなとは思うんですよ。そこに惹かれちゃったんですよね。まあね、Steam Deck 本当にまだ僕の中で本当に可能性が未知数なんですけども。でもまあ、海外の人たちの動画を見るとすげえ楽しそうなんですよね。ほーとか言ってね。なんで、まあ、期待して待とうかなとは思っております。で、ちなみに、発送日、今のところ初回分は、今年の年末というふうに記載されています。でもね、このね、初回分っていうのが一体どれぐらいあるのかっていうのもわからないし、年末っていうなんかちょっとあやふやな感じっていうのも、なんか非常に怪しいんですよね。いや、ポリメガ、あれも
未だに届いてないですからね。もう1年ぐらい待ってますけどね。全く情報がないです。なんでこういった海外のハードの発送時期って本当信用できないんですけど。まあ一応ね、予約しておいたんで、まあ気長に待っていたいと思います。皆さんはこのスチームデック、どのようにお考えでしょうか？というわけで、ウッドムラファームの木村 P でした。それでは、また。